GO! この杉の丸太を使ってですね、これまでも何回かチェーンソー製材をねやってきました。こういう感じでですね、だいたい毎回フリーハンドでねチェーンソー製材をやってきました。排気量の小さい小型のチェーンソーでもね、チェーンソー製材がやりやすいようなやり方もねグラフィックで説明したりもしました。この時はオリジナルのチェーンソー製材機をね作って、実際に製材作業もしました。でもね、今一つ納得がいってないんですよね。ということで今回はもう一つですね、新しいタイプのチェーンソー製材機を作ろうと思います。この時にオリジナルのチェーンソー製材機を作った理由はですね、よくアマゾンなんかで売られているチェーンソー製材機だとバーを挟み込むように取り付ける部分があるので、チェーンソーのバー全体をね刃として使えないんですよね。なのでガイドバーの取り付けネジをね利用して、こんな感じでね製材機を作りました。これならねチェーンソーの刃の使える長さが長くなります。でもこの製材機にはね欠点があって、この部分がねちょっと小さいので、こんな感じでねブレるんですよね。なので仕上がりが悪くてこんな感じになっちゃうんですよね。これだとねせっかく製材しても綺麗なものを作る材料には使えませんよね。ファクトリー9。なので今回はね全く違ったタイプのチェーンソー製材機を作ろうと思います。まずレールの代わりになるようなこういう木材は使いません。このような形のフレームのようなものを作って、ガイドバーを取り付けるナットを利用して固定します。製材する丸太の方は丸太の直径と同じぐらいの高さの台に乗せます。丸太の断面を利用して構造用合板でこのようなフレームのようなものを作って、その上にはしごを乗せます。そして先ほど作ったチェーンソー製材機をこのような向きで置きます。はしごの上を滑らせていけば正確な製材作業ができるはずです。それからこのチェーンソー製材機はバー全体が製材作業に使えますので、理論的にはこのような太い丸太も製材できるはずです。材料は倉庫に眠っていた廃材を使います。 60mm×30mm の鋼材がここの部分で90度に溶接されています。この溶接部分はねそのまま残して利用します。チェーンソー本体を固定するためのボルトの穴を2箇所開けています。ちょっと宣伝になっちゃうんですが、サブチャンネルのトラベル Q も新しい動画をアップしました。ぜひご覧いただきたいと思います。概要欄にリンクを載せておきます。溶接機は 100V で使えるものを使っているんですが、まあねこの程度の溶接であれば何の問題もなくできますね。
と勢う。切り取った部分は長さが足りないところにね、溶接してつなげます。これでこの赤い部分はね、出来上がりました。この次にこの上下のグレーの部分、ここは 15A の水道管を使います。これももちろん廃材ですね。いらない部分を落としてまっすぐな部分だけ使います。この時スパッタが飛んで靴の中に入ったんですよね。靴下に穴が開きました。これにめげずに作業を続けます。これでね、溶接の作業は終了です。一応ね、イメージ通りのものはできました。あと1球。それからチェーンソー本体の方なんですが、このスパイクバンパーがついてるんですよね。まあどのチェーンソーにもついてると思うんですが、これがあるとね、チェーンソーの刃全体の長さを製材のために使えないんですよね。でも僕の持ってるこの機種は単純にスパイクバンパーを外してしまうことはできないんですね。なぜかというと、このスパイクバンパーを固定することによって、ここについている爪を押さえつけて、この鉄板を本体に固定している役目があるんですね。なので取り外してしまうとね、ちょっとここの固定が甘くなってしまいます。なのでさっき切り取った材料で爪の部分だけ取り除いた、こういうような形のものをね、作ろうと思います。先に穴を開けます。平らに伸ばしておきます。いらない部分を切り取ります。
こういう部分は切り取るのが難しいのでペンチでね無理やり折ってしまいます。これでねスパイクバンパーの爪がない部品が出来上がりました。こうやって取り付ければ製材作業にはチェーンソーの刃全部の長さが使えます。チェーンとガイドバーを取り付けます。この時には元のナットは使わずにですね、この長ナットを使います。ファクトリー9。それではですね、溶接して作った製材機をチェーンソーに固定していきます。うまく固定ができましたんでね、実際に製材するときはこうやってはしごの上をね滑らすような形になります。ファクトリー9。ということで新型のチェーンソー製材機、まあまあうまくできたような気がします。次回はですね、丸太の横にはしごを取り付けまして、実際にね製材作業を行うところをご覧いただきたいと思います。チェーンソー製材はね、いろいろやってきたんですが、今回はね、製材機をしっかり作るところに力を入れたので、フリーハンドの製材とは違ってですね、綺麗な板が出来上がることを考えてね、作りました。どの程度綺麗な板が出来上がったか、次回の動画でね、ご確認いただきたいなと思います。今回の動画いかがだったでしょうか。参考になったなと思っていただけましたら、ぜひチャンネル登録、高評価、コメントなどお願いしたいと思います。